お疲れ様です。ワイズマネーの動画になっております。はい、早速ですね、Android のお時間になっております。今日はちょうどね、仲間内が揃ってくれたんで、今日どんなテーマでいきたいかと思ったんですけど、ちょっとお仲間さんからご質問が来ております。オートバイ、趣味オートバイね、これから白帯さんが、オートバイを趣味にしていくんだっていう時に、なんかやっぱりハードルが高いんじゃないかと、洗車、僕常々言ってるんですけどね、別にオートバイ趣味って言ってるのは、洗車できりゃいいんじゃないですかみたいなこと言ってるんですよね、で今日ちょっと黒帯が集まってるから、オートバイかっこいい論、はい、でちょっとコメントいただいたんですけど、もう本当になんかかっこよくオートバイ乗るってどうなんでしょうとか、そのね、かっこよくオートバイ乗る論を、皆さんでちょっと話していきたいと、でちょっといただいてるコメントがこういう感じになるんですけども、だからそれよ、これ B さんですねえありがとうございます。はい、こうやってねコメントもいただいてるので、ちょっと仲間も揃ったから、ちょっとかっこよくね、オートバイ乗る論をやってみたいと思うんですけど、オートバイはそもそもかっこいいねみたいなところ、まず見た目がかっこいいみたいな話です。それででも上司にはわからない話、いいじゃないんだ、オートバイ乗っててさ、結果的に女にモテりゃラッキーだけど、自分の中で俺かっこいいと思ってりゃそれで幸せじゃん、結構まずはスタイルだよね。まず自己満足の世界、だかっこよくバイク乗りたいんだったら、自分がかっこいいと思うバイクに乗って、自分がかっこいいと思うウェアに身を包み乗る、俺かっこいい、幸せ、以上終わった、今の話終わった、結果モテなくてもそれ幸せだよ、結果モテなくても幸せ、俺が幸せならいいや。ああ、なるほどね。もともと、どんなの、まこちゃんはだってバイク乗るときってどんなんなん、やっぱモテたいとかかっこいいとか、まず女にモテたいとかそういうのはなく、まずその中学の時に雑誌をこう見てたら、川崎のケッチの400、ケッチ400、川崎のバイクだね、もうその止まらない曲がらない走らないっていうのはもうそんな情報はないけど、それを見た時にやべかっけえと、こんなバイク乗りてと思って、とりあえず免許取ろうって高校入って免許取って、乗ったのゼファーなんだけど、あ、そうだね、ゼファー乗ってたね。そう、でもそこにモテるモテないはなくて、もうただかっこいい、かっこいい、ただもうバイクってかっこいいんだと思って乗って、なるほどな。で、未来予想図2じゃないけど自決したりとかそこはブレーキランプ5回点滅とか、なんかそんなちょっともう淡い子世代やな、そういうのをね感じながら。父さん、そのきっかけってどういう、どう、未来予想図2の感じ。そうでもない、俺はだ、そのバイクスタイリングそのもので言っちゃえば、最初にズギャンときたのはハーベイカラーのガンマリ、うわーかっこいい、フランコウンチーニっていうことです、ね、赤いシートな、今見りゃなんじゃありゃみたいな話なんだけどうちのお仲間さんたまらんですよこの話、でもでそっからしばらくしてまたズギュンってきたのがウォルターウルフのガンマリ、だってかっこいいなあれはかっこいい、水谷選手のやつねみたいな感じかな、そこまで来ると俺もわかる、俺はね、鈴木の回し物じゃねえぜその時鈴木とは何の縁もゆかりもなかったんだから、でもそのでもそのスタイリッシュさにズギュンときたズギュンときたのがガンマリ、でももうレーサーだよね。 P さんズギュンってきたのは何かあったの。ないです。かっこいいの。ないです。あ、ねえのか。何ズギュンとかじゃなくて、違う違う。俺はほら何回も話してるけど、とりあえず大型免許を取って、僕はほらハヤブサがな、ハヤブサに乗りたいっていう。ああ、はい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 。で免許でご購入いただきました。そう。で免許取ってきたでしょ。大型免許取ってきたから、お願いしますっていう。そのだからなんだろう、バイクはハヤブサかっこいい、乗りたい、そういう乗りたいっていう、乗りたいっていうあれ、乗りたいっていうあれです。バイクを選ぶ前提ってこのバイクかっこいいから入るでしょうか。
まあそれ、いやそれでかよね。いやそうでしょ、そうだよね。設定としてたじゃん、これがね、ABS ついてるからどうのとか、うん、じゃなんかこう、そう、ね、違うのだからどうのっていうのは入らないじゃん、うん、でも、はい、スタイルを見て、そう、このバイクかっけえ、俺このバイクに乗りたいっていうとこから入るわけ、うん、燃費か、タイヤのサイズか、うん、とかさ、なんか関係ない、まあ、とかあんま考えないよ、ね、いろいろなさ、もろもろの事情を鑑みて落ち着いた、まあまあ妥協点っていうことでしょ。うん、俺だって乗りたいけど、今アドレス110だからそう、今日あのセカンドマシン自転車で来てるから俺も何を思ったか、VRX 買ってるけど、うん、なまああれもだって V 型に乗りたい、そうや、V 型がかっこいいなと思ってるから、うん、V 型エンジンのやつを探して VRX を買ってるわけだから。購入したってあれじゃないの？お前なんかハーレーとか乗りたいんじゃないの？だって。いつかはハーレーの話？俺ハーレー乗りたいと思ったことない。ないハーレーじゃねえんだ。だからさ、そのなんかさ、その多分ね、そのハーレーにさ、うん、行かない人みたいなのはさ、まあ俺もなんかまたハーレーのファンの人に怒られちゃうかもしれないけどさ、うん、あのまあ、結局かっこいいかっこよくねってさ、うん、あの美的感覚の話になるでしょ、はいはい、俺の中でかっこよさの頂点っていうのは機能美なんだ、うん、わかる？機能美ってさ、うん、難しくてわからない機能美ってあのとにかくさ、あのその機能性、性能だけを追求していったものっていうのは結果として最終的に形が美しいんだよ。空力を求めてったりファンカー美しいみたいなのとか、研いで無駄なもの削ぎ落としてって残ったものの美だよ。日本刀ってさ、かっこいいじゃん。まあね、さ、なんかまあまあまあ、なんかわからないけど惹かれるものはあるよ、ね、そう、刀の刃だけを研いだっていうのが日本のメーカーのバイクなのかな。俺は海外のバイクってあのその柄の部分を飾るところあるじゃん。いやいや、刃の部分を研げよっていうところがあって、日本のメーカーのバイクっていうのは刃の部分研いでるよ。もうほんと、うん、あれバイクあれバイクの部品でも言ってもさ、あのオーリンズのサスペンションとか、うん、あれってさ、かっこよく作ろうっつってあの形になったわけじゃねえわけじゃん、うん、そうだね、まあ、性能だけをさ、突き詰めてったらさ、うん、あの形になったんだけど、うん、なんかかっこいいじゃん、うん、まあね、結果的にかっこいいっていうのがついてくるからね。ブレンボのキャリパーってさ、あれってかっこよく作ろうと思ったわけじゃねえけどさ、すげえなんかもうブレーキを突き詰めて考えてったらこの形になりましたっつったらさ、かっこいいね。タワさんさ、俺のハヤブサを見てかっこよかったでしょ。かっこいいね。だどうですか、あれはさ、だもう、まあ、結局さ、あのそのかっこいいでしょ。だから扱える扱えないは問題ないで、関係ないよ。関係ないよ。すげえもぶっ込んでるからさ、関係ないよ。あれは究極だ。